国内ネット市場の総取りに向かいます。ヤフーと LINE の経営統合ですが、はい、上杉さん、おいきなり来た。いきなりちょっとそれから始めましょうよ。もうね、はい、あ、おとといか、あ、昨日か、昨日ね、日経がほらスクープって、はい、で各社追って、まあ、今日の日経は細かく載ってますけど、はい、まあ、久々に日経買っちゃいましたよ、これ。ね、スクープで後追いっていうか、まあ、その後の追加のやつで、でこれはやっぱビッグニュースと、日本にとっては。で、いくつかコメンテーターも発表してるんですが、まあ、基本的には歓迎する向きですよね、はい、なんとなくユーザーからすると便利だから。で、ね、うん、で僕もね、ユーザーとしては、ね、アプリとか、そういうのは歓迎なんですが、だってね、例えば LINEPay と PayPay がこれ一緒になるわけでしょ、はい、便利じゃないですかこれ、うん、だけどね、ジャーナリストの立場からするとこれちょっと待てようなんですよ。これ何かというと、というのもね、このオペレーターもずっと言ってるように、日本のメディアの、最も悪いところは寡占化なんです。メディアって言論が一個になってしまうと独裁が入り込む余地があるから危ないということなんですよね。それはまあ日本も戦前ね、要するに大本営発表とかあったじゃないですか。そういうね、負の経験があるし、ドイツなんかは、その独占資本って言って、このメディアが 8% 以上全体の資本で提携したりして超えちゃうと、これは危ないって言ってバラす法律があるわけです。つまりクロスオーナーシップの禁止というのが、これは世界的な流れなわけですね。日本はどん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 テレビとかほら系列化するでしょ、これ危ないんだよと言っていたら、なんとね、ネットメディアの1位2位がくっついちゃったわけです、今回。本当危ないです。で、実はね、見えるところで言うと1位2位っていうのはね、ヤフーニュース、ここね、はい、皆さんね、結構年配の方これ見てますよね、はい、ヤフーニュース。若い人はもう見てないと思いますけど、で若い人は何見てるかというと LINE ニュースです今。あ、これどっちかでしょ大体、うん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 、でこのニュースで、はい、バズフィードもこれヤフーですからね、はい、でユーストリームはね、もうなくなったから撤退だけど、でここに書いてあるのがこれ、ね、読みにくいんだけどちょっと今調べたら、はい、これジンリートゥーティアオ、ジンリートゥーティアオっていうらしいです、はい、ジンリートゥーティアオ、これ中国の今最大の、はいはい、ネットニュース。へー、でこれ実はソフトバンク、ヤフーなんですよ。あ、そうなんですか。さらにソフトバンクといえばアリババ、はい、アリババグループ実は、はい、ね、これノーボーダーも一緒に行ってたホワイトハウス、うん、ウェイポーって知ってますよね、ツイッターのウェイポー、あれニュースサイトがあるんですけど、これウェイポー、うん、中国のいわゆる今最大のアリババグループのウェイボー、これも事実上傘下に入っちゃうわけです。傘下というかグループに。そうすると言論がこれほとんどもう完全に一元化するでしょ、はい、危ないんですよこれ。これあんまり皆さん気づいてないかもしれませんけど、言論の一元化っていうのはスピンとか含めてコントロールしやすいんです。でこれが健全なメディアであればいいんだけど、実はね、不健全なメディア、つまり自分たちのビジネスのために使い出すと、国とかの国益とか、あるいはね、人々の権利とかいうのがないがしろにされ出すんです、うん、が危ないと、はい、でこれについてはちょっとね、昔の本なんですけど、うん、例えばね、僕も2012年にこの LINE の危険性、それからね、その直後に月刊文藝春秋で Yahoo ニュースっていうのが危ないぞっていうのを書いたんです、うん、でちょっとね、書くのがね、いつもより早すぎました。その時はもうみんな分かんなかった、はい、例えば LINE なんかは当時の社長からある人を通じてね、ちょっと上杉さん、うちの批判やめさせてくださいよというふうに言ってきたり、あるいは政府が使ったんで、これ今政府が LINE 使うとかないですからね、当時2012年にその政府の担当者でもはっきり言いますけど、小池百合子さんが広報担当だったね、自民党の安倍政権できてすぐに、小池さんにまずいですよと、 LINE はサーバー含めて全部ソウルに置いてますと、これ韓国の会社ですから LINE は、皆さん知らないかもしれませんけど 100% 韓国の会社ですからね LINE は。でそういうの危機管理上まずいですよと。でさらにヤフーもね、ヤフーもこれはバイラルメディアになっちゃってると、つまりキュレーションして取材もしないでやっちゃってるから危ないんですよと。でこういうのが広がっていくと、あの、ね、みんなが読むとかそれとは別として、ジャーナリズム的にはまずい問題だから注意した方がいいですよと言ったんですが、今回こうなってしまったと、いうことで、本当にここの部分は僕は危惧してます。だからね、歓迎するニュースかもしれないけど、孫さんもね、 LINE の今の社長もよく知ってるけど、川辺さんもね、ここはちょっとね、少しなんていうのかな、心のね、きちんとした良心を持ってですね、メディア部門だけは、
その独占のかつまり寡占のおごりにならないように、やってほしいなと。競争し合わせるとかね、そういうやり方をすればもうちょっとないんですけど、なんていうかね、手柄合戦になっていくと思うんですけど、ただこれだとねビジネスが先なんですよ、さっき言ったようにアプリケーションとかそういうのが。でそうすると効率化するには一緒にまとめた方がいいわけです、バラバラにするより。だって例えばサーバーだって例えば AWS が使ってるけど、これ一つにまとめた方が安いじゃないですか、まあ、そういうふうにビジネスの感覚が先に来るんで、いや今回の統合怖いなと正直思います。テレビの方がまだマシになるというか。そうです、まあ、テレビはね5個ぐらいですか日本は、でも海外はだって何百でしょ、まあ、そうですよね、ニュースメディアはね、ニュースメディアは。だけど日本どん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 統合されちゃって、テレビでしたら5、6個でしょ系列で、でもそれ全部記者クラブで一緒っちゃ一緒だから、だからこれがこれになっちゃったわけですよ。だから本当怖いなと思いますが、多分これ言っても通じないんでいいです、僕のコメントは。どうぞ。いや結構尺取ったし、はい、取っといてここまで言っといてね。痛かった。まあでもあれですよね、あの、Facebook とかだってドイツとかね、カルテル庁が動いたりとかするわけ、いわゆる日本の公取とかがね、日本だってそれこそそういうメディアの健全性を保つために公取が動いたっていいと思うんですよ。でもそういうことはやっぱり一切しないし、まあ、そういうメディアのなんていうのかな、その既得権に対して誰もメス、やっぱプロ野球は読売新聞、高校野球は朝日新聞ですよ。結局それに対するその負の情報っていうのは大手メディアが握っては出てこない。本当オープニングだけですよね、今言ったことについて、高校野球の問題点を玉木さんがずっと5年間言ってる、それからね、メディアの独占に関して電通が持ってるものをずっと言ってきてるとか、これ別に批判のためじゃなくて、本当に危ない歴史がいくつもあるから、ここは皆さん気づいてくださいよって言ってるだけなんですよね。これもね、だからいけないって言ってるんじゃなくて、ぜひ気づいてほしいと。そうそう、本当にだってね、消費してる方がそれにそっぽ向いたり、おかしいものに対してはね全然反応しなければ、彼らだってやっぱやっていけないわけですもんね。判断材料がやっぱこう偏っちゃうと、考えもそっちにしかいかなくなるから、やっぱりそこをもうちょっとフェアに。やっぱ多様性こそやっぱ民主主義の根幹だから、やっぱ多様性失われるわけだから、これやっちゃいけないってわけじゃなくて、自分たちでも自己決定して自己判断して、やっぱこういうふうに寡占化はおごりにならないようにと、いうことを心からね、倉町弁護士に代わって私が述べさせていただきます。代理権与えてないぞ。